むつひ遠方7年12月25日は、岡山藩主、池田光政の六女で所子。母は、側室で、池田家家臣伝右衛門の三女の国。むつひは、正法2年に生まれた。父の光政が、性質の勝子をはばかったためか、すでに、光政との間に一男五女を設けていた、むつひの母の国は、側室としてすら扱われず、次女のまま留め置かれた。むつひも、 母方の祖父母の伝言門夫妻の下で養育された。しかし、むつが5歳になった春、池田家家老の日置家門忠明が迎えをよこし、むつは、父の住む江戸の池田屋敷に引き取られることとなった。万寿元年12月18日、むつは池田家の塩木家郎の池田では有生の着難、池田和江ゆての下とに嫁いだ。しかし、むつは、異常なほどの嫉妬深さを見せ、 夫のゆていを悩ませるようになった。むつひは、ゆていが外出しようものなら、どこへ行かれるのですか、お帰りはいつになるのですかと質問した。そして、彼が約束の時間よりも遅れて帰ろうものなら、必ず部屋の中のものの何かが壊されている、ありさまだったという。その上、義前いのく姫が、 突ぎ先の大石家から里帰りし、兄のゆてえと親しく話し合っているのを見つけた途端、主兄殿は私の夫です。たとえ妹君といえど、親しく話すことは相なりませぬと間に割って入る始末だった。熊姫は泣きながら部屋を出て、両親に訴えたという。それからは、ゆてえは、むつひのために外出を控え、なるべく彼女の側で過ごすようになった。しかし、 一年後の彼の憔悴ぶりは人の口にも昇るほどであったという。それからある中秋の頃、ゆていは隣の池田伊賀の屋敷から彼の娘のカヨが奏でることの音にふと聞き入った。本来なら彼は彼女と結婚するはずだったのだが、ただ秋がむつひとの縁談を押し進めたため破談になってしまっていたのである。しかし、むつひは彼の顔に、 懐かしげな表情がよぎるのを見逃さなかった。そして、あのことを引いているのは誰かと、彼に激しく問いただした。しかし、湯手柱を切り、答えなかった。その夜、彼は、ふと胸苦しさを覚え、目を覚ました。するとそこには、恐ろしい顔をして、彼の胸元に担当を突きつけるムツヒの姿があった。そして、彼に何とかことの主の名を白状させようとした。 ついにゆてえも、あのことを引いていたのは、ただの妹の友人の関与だと釈明した。一応、むつひも納得した。しかし、それから数日後の万治三年八月十四日に、彼は、あまりの妻の嫉妬深さに耐えかね、逃げ出してしまったのである。しかし、そのうちに彼は、出羽の最地である天木に身を隠していたところを、発見され、切腹を申し付けられた。しかし、 夫の死を聞いても、ムツヒは、当然じゃと言い放ち、涙の一つも見せなかったという。漢文2年1月1日、ムツヒは、滝川和正の子孫である池田家、番頭滝川のい殿の着南滝川ギタユ一州の、元に嫁いだ。狩りの獲物を、池田屋敷に届けに来た、ギタユを、ムツヒが見染めたのだという。二人の夫婦仲はむつまじく、漢文6年3月には、 着男の与太郎が生まれた。しかし、この子供は2歳で亡くなってしまった。その後、漢文10年には、娘の吉姫が生まれた。吉姫は、無事に3歳の春を迎えた。むつひは、夫に風邪をひかぬように、早く寝るように注意しようと夫の部屋を訪れた。むつひは、ギタユと年という女が一緒にいるところを目撃した。逆上したむつひは、 床の間の刀掛けにあった小刀を引き抜き、夫を殺害してしまった。都市の悲鳴を聞きつけた家人たちは、この惨劇を知った。義太夫の父の縫い殿は、口封じのためひそかに都市を処分し、ただ秋には、着難義太夫、乱心の果てに違い、睦ツ様をお城へお引き取り願いたいと書き送った。睦ツの墓しかし人々は皆、これが、睦ツの嫉妬のためだと知っていた。 ギタユが死の前日、洋曲の稽古に出かけた後、何人かの仲間たちと旭川の包み沿いを歩いているのを数人が目撃していたからである。ムツは鬼姫と呼ばれるようになった。しかし、ムツは自分の嫉妬から夫のギタユを殺めたことを、ろほども悪いとは思っていなかったという。そのうちに、滝川家に置いてきた吉姫を引き取りたいと言い出し、三つ政は、 娘の願いを叶えてやった。遠方3年に彼は、岡山城郭内にある西の丸のすぐ東にある、石山に、陸妃と吉姫の住む屋敷を建ててやった。この屋敷は、石山御殿、陸妃は、石山殿と呼ばれるようになった。遠方7年に陸妃は死去した。吉姫は後に、この石山御殿から、池だけ家臣に嫁いだという。墓所は、 ワイダニ池ケだけ、母書七のお山にある。ありがとうございます。